皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やらせてもらいます今期2017年アニメ配信企画ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回第11週目の配信企画トップ10ということで、いつも全部で、5台ですね、 D アニメストアさん、 Amazon プライムデーさん、 アベマ TV さん、ニコニコ動画さん、 GM サンダーさん、それぞれのトップ10順番に紹介していきたいと思いますというところなんですけど、今回ですね、あるサイトがめちゃくちゃ波乱というか、なかなかね、順位がめっちゃ入れ替わってたりして、おお、マジかって、やっぱね、11週目まで来ると、なかなか入れ替わるんですよ、基本的にはね。それ人気っても固まってくるし、今からこう人気上げるとかでね、正直難しい、なんかで、なかなかね、面白いとこになってるというところでね、ぜひそのサイトは何なのかというところで、お楽しみいただけたらと思いますしね。相変わらず面白いランキングが面白いし、というところでね。はい。というか、一番参考になると噂の、ね、GM スタンダードさんは最後にまた控えさせていただいてますというところですが、まず D アニメストアさんのトップ10から紹介していきたいと思います。D アニメストアさんの第11週目トップ10がなんとこちらというところで、影の実力者初1位でございます。おめでとうございます。いやー、これはたまげた。もう D アニメもスパイファミリーも絶対全部1位だと、もう思い切ってたし、もう全然 D アニメの順位変わんないからね、正直もう紹介する意味あんのかなぐらい思ってたんですが、なんと影の実力これ1位になるっていうのもびっくりしましたね。いやー、正直なこと言うと影の実力者がね、盛り上がってきてるとは思ってなかったんですけどもね、スパイファミリーの人気落ちたとか、もし見てない人がね、ちょっと増えたかと言っても、これ1位になるとめちゃくちゃすごいですよ。このね、Amazon のこの週間ランキングってね、どういう風に出してるのかなっていう感じしますけどもね。いや、でもすごいっすよ。これ1位ですよ。おめでとうございます。はい。まさかこのスパイチェンソーを破って、影の実力が1位になるとはね、ちょっとびっくりですね、これはさすがに。はい。第4位、ボッチザロック。ボッチザロック4位も上がってきた。やばくないこれ。第5位、ビーストテイマ。第6位、異世界王子さんも上がってきて、第7位、ブルーロックもね、上がってきたというところね。軒並みやっぱ勢いある作品、ガンガン上がってきたので、やっぱ影の実力者すげえな、そう見てもね。すげえっすよ、これは1位。ほんとおめでとうございます。はい。で、第8位が新米錬金術師の店舗経営。第9位、農民関連スキル。農民関連のスキル。で、第10位、ブリーチ千年結成。第11位、水星の魔女という。これ、水星の魔女もね、11位、今回放送なかったからか。今週放送なかったからかな。なんかそんな感じっぽいね。っていうところね。かなり波乱のランキングだったんじゃないですか、これはね。はい。ということで、影の実力者、おめでとうございます。はい。スパイファミリーのね、11連覇目を阻止したというところで、お見事でございます。はい。正直ちょっとハマりきれてないのが残念。これで僕はめっちゃ押してる作品だったら、なんかめちゃくちゃ喜んだところになるんですけど。まあでもすごいのは間違いないですね。はい。おめでとうございます。で、続いて、Amazon プライムビデオのトップ10紹介していきます。それはですね、こちらというところで、アマプラについてはね、あれ影の実力者入ってきたじゃない。影の実力者まず人気やってる説ある、ここに来て。で、ボザロ、ガンダム、ブリーチ、チェンソー、これもう本当気になりますね。だってさ、このトップ10がなんか並びじゃないらしいんですよ。並びのトップ10じゃないらしくて、1位、2位、3位とかじゃないらしいんだけど、順番は変わるんですよ。マジで意味わかんないよ、これ本当に。異世界王子さん、ブルーロック、ワンピース、モブサイ500、スパイファミリーというところで、で、あとヒロアカっていうところでね、新たに影の実力者が入ってきたというところでね、いいんじゃないですか。はい、というところね。アプラもね、これトップ10、これ順位見れたらいいんですけどね。デイリーどっかで切り取っていく。でもデイリーアマプラ本当変わりすぎるんですよね。ウィークリーがあるから、やっぱウィークリー紹介したいのもあって、ちょっと難しいです。いい案あればぜひ。はい。では、続いてですね、アベマ TV のトップ10紹介していきます。アベマ TV のトップ10がこちらというところで、ボッチザロック再び1位というところでね、アベマもね、今季は本当もう見るタイミングによって順位結構変わるっていうのは正直なところででしてね。例えば今見ると、重いな、サイトが。いや、僕のパソコンが重いんだ。っていうとこね、ボザロ1位、ビーストテーマ2位、第3位、ブルーロック、第4位、農民関連のスキル、第5位、点検、第6位、チェンソーマン、第7位、クレヨン信者、第8位、スパイファミリー、第9位、影の続く、第10位、ブリーチというところで、点検とかも再生数やばいですね。っていう。とこですけど、ブルーロックとかも結構再生されるし、ボザロもね、なんかめっちゃ再生数上がったね、本当に。3倍ぐらいになりましたよ。っていうとこですけどね。
今ブルーロックが1位なのか。ブルーロック点検ビステボザロチェンソーという、ね、多分僕これ月曜日か火曜日に撮ったはずなんで、もう2日ぐらい経って2日、1日か2日経ってますけどね、うん、結構入れ替わってて、ブルーロックでも人気上がってますね確実にね、うん、やっぱワールドカップ効果もあったんでしょうけど、まあ単純に話自体も盛り上がってきてるんでね、まあ、結構やっぱね、なんか視聴者さん聞いてもね、チェーンソーとブルーロック、なんかブルーロック学校で流行ってますみたいなね、割と話聞いたりとか、まあ、結構やっぱね、今期はスパイ、チェーンソー、ブルーロック見てる人多いのかなっていう印象はあって、意外とガンダムがね、なんかオタク人気よりなのかなっていうふうに僕は最近結構思ってます。でもガンダムももっとね、ほんとなんか、初見で見れるアピールしていいと思うけどね、初見でめちゃくちゃおもろいじゃないですかね、ガンダムね。っていうとこですけどもね、ボザローすごいことになってるし、ビーストテーマ本当最後まで安定してましたね、ほんとね、うん、最後までって、まあ最終回追加なんか最終回みたいな感じだったからさ終わったかと思ってで、ブルーロックは2連続に来るですね、はい、点検も 2期あるね、これ絶対ね、2期か分割に来るなんか知んないけど、まあ2期はありますね、これね、はい、で、第6位がチェーンソーか、うん、第8位がスパイアブリー、結構ね、いびつなんですよ、アベマね、毎回ね、はい、第10位がブリッジと、うん、第9位影の実力者となってます。クレヨンしんちゃんがスパイファミリー、影の実力者ブリッジより上というね結果になってます。はい、では続いてですね、ニコニコ動画さんのトップ10紹介していきます。それですね、こちらというところで水星の魔女1位というところね、でガンダムで異世界王子さんがボザロを超えてくるんかなと思ったら、ここはやっぱ変わらずというところね、ほとんど順位もニコニコ動画は、ニコニコ動画はほんと合計値なんでね、それ動きづらいんですけど、どう考えても。え、ブリーチ？いや、変わってないかびっくりした。なんかめっちゃ下がったかと思った。そうっすね。アークナイツが11位に入ってきたとか、そういう感じぐらいか。まあ、ちょっと変化はあるけどっていう感じ。その大幅にまあ、それは変わらないよねっていうところですね。まあ、結局ガンダムがずっと1位というところでしたね。はい、というところね。まあ、配信人気も来週が最後になるかなっていう感じですね。はい。最後ですね、GM さんトップ10紹介して以上となります。GM さんトップ10が、こちらというところで、スパイファミリー1位というところでね、もうスパイがね、強いわ。もう本当にこの、抜群の安定感たるやというところでね。やっぱなんだかんだね、チェーンソーがスパイ抜くかもできる、スパイがね、駆け抜けそうですし、まあ2期と劇場版が決まったという声で、ね、また新たな視聴者もね、増える可能性は正直あるのかなっていうのは思ってます。スパイファミリーはもうこれで10週連続1位か。まあとんでもないね。まああの、ポイント自体はね、減ってはいますけどもね、とはいえ204ポイント。で、チェーンソーもなんかポイント落ちちゃったね、今回ね。前回188から144、そんなに変わる？男女比6対4だって。年代別では30代で最も高い視聴者数ポイント、本当本当それマジか。GM さんね、なんか7000件ぐらいやっちゃなかったっけ、7000人ぐらい回答がいるみたいですけどね、結構そしたら平準化される、まあどこでやるかとかそういうのも言えますけどね、正直。ワンピースもでもすごいな、本当に。ワンピースな、20代、年代別では20代で最も高い視聴者ポイントを集めてますって、ほんと？ワンピース、いや、でも見てる人は見てるわな、僕の周りも。でもやっぱワンピース終えてねえみたいな人は言われていますね。なんか全部読んでるとか、最新話まで見てるとかいい人はなかなかいないなって印象はやっぱありますけどね。ワンピースマジおもろいっすからね、ほんとね、今。で、第5位がウルトラマン。第6位がガンダム。第7位ヒロアカ、第8位ブリーチって、この辺団子状態ですね。てか、ヒロアカとブリーチは一緒か、ポイントですよね。で、ブリーチ上がってきたか、ちょっと、ね、2ランク。第9位コナン、第10位鬼滅の刃、第10位11位ボッツラク、ボザラもいいですね。非常にいい調子。第12位ブルーロック、ブルーロックはなんか下がっちゃったね、今回ね。今回だけど、先週なんだっけ、一応先々週ぐらいになるか、っていうところで。12月3日から9日ですね。第13位、異世界王さんがめっちゃランクアップしてる。これ放送再開したぐらいか、このタイミングね。で、放送再開して2週目ぐらいか。第14位がうるせえやつ。うるせえやつも上がってますね。エヴァンゲリオンとか入ってる。エヴァンゲリオン？なんでエヴァンゲリオン入ってる？ジョジョとかな、わかるけどさ。弱虫ペダルもわかるけど。エヴァはなんでなんだろう。なんかあったんか。なんか配信でも、あ、今そんなことないな。はい。というとこで、スパイファミリーが
10週連続の1位獲得というところでございました。はい、男女比5対5、ワンピースも男女比5対5というところで、というところでね、まあ最後も多分こんな感じのランキングになるかなっていう感じは、してますがね、また来週も、配信人気トップ10最終週になるかなと思いますけどね、紹介していく予定ですね。ぜひそちらもご覧いただけたらところよきにチャンネル登録高評価も、してください。嬉しいです。ということで、今回のコンビ2022年秋アニメ第11週目の配信人気ランキングトップ10の紹介は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。またね、ぜひね、今回ランキング出せる感想ですとか、見立てとかね、こういう要因でこの順位になったんじゃないのとかあったらぜひコメントいただけますと嬉しいです。はいね、まあ、来週、まあ、今期も本当に大詰めというか、ガンガン動画上げていきますし、また来期の動画もね、いろいろとまた上げていけたらと思ってますね。こちらの方もよろしくお願いします。というところで、来期は何が配信発見を取るのかというところで、ね、なかなかちょっと読みづらいくるかなと思いますけどね、まあ、その辺も楽しみに。まあ、ある意味ね、読めない、めっちゃ1位変わるとか、そういう説はあるのね、うん。まあ、どっかで固まってね、めちゃくちゃそれだけ人気とか、まあ、ある意味わからない、そういう面ではちょっと面白いかもしれないですね。はい、というところで楽しんでいけたらと思います。はい、ということで、今回の動画は以上としたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。